こっちよ。ありがとうございます、ベイル。待って、誰かいる。セピアと竜門を守っているようです。パパと戦うのならいつかは向き合わなくちゃいけないわ。はい。セピア、グリ、ベイル様、お待ち。そう、あなたが来たのね。それならあのベイル様は死んだということでいいのかしら。ええ、最後まで油断ならないもんだぜ。まさか欠陥品の方が勝つとはな。その言葉取り下げてください。お前は、おいおい、一体どうなってんだよ。死んだ。私は指輪の力で紋章師となりました。この世界を救うために。パパを止めに行くわ。二人ともそこをどいて。それはできません。そう、この竜門を守るのが私たちの役目。ではここで死ぬか。私たちを殺すとおっしゃるのですか。あなたのこと本当の家族のようにお慕い。その言葉嬉しかったわ。私を騙す嘘だと分かるまで、今の私にとってセピアとグリはパッ。セピアとグリはか、含みがある。モーブとマロンは、またマロンの最後のこと聞いたわ。どうして殺したりしたの。私、マロンが私を裏切ったのだから当然ですわ。分からない。セピアはどうしたかったの。愛するがゆえですわ。思い。そんなの違います。そうなんですの。理解されずともいいのです。私、永遠に分かり合えませんわ。私はソンブル様のために動き、千年前からあの方のために尽くして。俺もここで寝返るなんてことはしない。タト、そう。じゃあ戦闘準備をお願い。いいんですか。もうこれ以上話しても歴はない。少しは思い出だってあったけど。竜門を破壊するためには、何です、今の。あの二人が撃ったのに。眷属は竜門の力を。
たがえないわ。となるかしら。行こう。おやすみなさい。承知。何でも言うて。はい、せいよ。魔順やな。行きます。わかりました。踊ろう。出撃よ。はせさんじます。遠慮なさらず。わかったわ。この地に幸福を。もう引くことは許されないわ。差し違える。いつになく弱気だな。今の俺たちにはこの力。Ha ha!
らかに。戦果を上げられたか。となるかしら。大丈夫。はっ、優しいですね。目をそらしません。
忘れません。導きです。無に帰した。忘れません。てしまったのね。はっ、やった。
エタニティ。あら神竜様、あなたとも長い。知っていたんですね、千年前の私のこと。ええ、会ったことはあります。何しろソンブル様のみ通り過ぎるだけの虫たちのことなんていちいち覚えていない。虫ですか。私は立派な神竜様ですわ今はね。けれど過ぎた命など数えなくなるものですわよ神竜様も。そんなものまあそうですわ、死ぬんですもの。せっ、あはい、キャッ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 な。正しき心で共に。血を繰り返す。七変化と参りましょう。俺は宿でいるさ。よっ、はい、はっ。おきね、神竜様。許されるなら私に力を。さすが邪竜の巫女、あなたには感謝しています。宿としてのやり方は許せませんが、セピアに脅されているというわけではない。はあ、ふざけてんのか。俺は自分自身の意志でこ。そうですか。お優しいことだな。俺はありがたくもお慈悲をかけて。だがその問いでお前は俺とセピアをぐっ
すべての痛みを味わわせて今度こそ殺してやる。終わらせます。紋章の導きです。私めの勝ちですな。やった！紋章の導きや。を繰り返す。
こちらから皆のおかげだ。やりました。あなた勝負ありましたね。さよならセピア、グリ。そうですわね。でもグリにはもう聞こえていませんわ。向こうで私が伝えておきます。分かったわ。最後に一つだけ忠告。どういうこと？流門があるのはこの先のかつて鉱山地帯だったけれど、グラドロン浮上の際、局地的に地形が壊すのは愚か。たどり着く海の底。確かに気配が一つだけ。やけに、まさか浮上せず取り残されていただ。一体どうすれば。簡単なことですわ。これをお持ちくださいな。流門のある場所。魔法具？どうしてセピア？我が種族である魔竜族は魔の力を持つとはいえ、普通はお守り程度のものですけれど、強大な効力の魔法具をつく、地形を変化させるだなんて、そんなものまず無事。セピア。お察しの通り、これは私の命と言う運が良かったですわね。神竜、魔竜族であれど、これほどのものを作れるのは、私は幼い頃から、それはそれはとんでもないほどの魔力を持って、ある時に暴走し、父も母も、まあ全て昔のことです。どうして？わかりませんわ、自分。ただ、最後だと思ったら、魔法具の効果は数刻程度ですので、流門、お気をつけて、ベイル様。この場所から。何をする？今さら？どうして？なぜ？最後に、せめて戦う前にそう言ってくれ。最後だからですわ。もう取り返しがつかないから、これっきりだから。優しくで、最初にそうしてくれたら許せた。共に戦う。そうなっては命を惜しまれ、魔法具はその方がお望みでしたかしら。セピア。それで結構。理解不能なもののこと、いつまでも覚えていられるなんて。そうね。でも何百年、何千年経っても。困った方、それとも無様に死ぬところまで見ないと安心。行きましょう。そうそう、さようなら、ベイル様。そしてさようなら。さようなら。
ままでもったいなき。お優しいことだな。あら、まだ生きていたの。致命傷の痛みを少しでも多く味わいたくてね。なぜこいつは一生に一度しか味わえねえ。哀れんでとどめでも刺されたら最悪だからな。それで死んだふりしてたの。最後まで趣味が悪いわね。なぜ龍門のことを教えた。言ったじゃない、最後くらいは綺麗さっぱり。嘘はいい、俺には本当のことを言え。ソンブル様への仕返しよ。私はここで死ぬというのに、あの方だけ夢が叶うだなんて悔しいじゃない。龍門が壊されたことに気づいて、私が死んだことを思い知ればいいわ。そうしたいと思うほどソンブル様が好きだったのか。あの方が欲しかったんじゃない、ソンブル様の子が欲しかったの。私はずっと家族が欲しかった。私だけ愛してくれる人が欲しかった。シクは家族だって、あの言葉本気だったわ。あの頃が一番楽しかった。私とグリとマロンとモーブでベイル様とソンブル様をお守りして。だがそれはもう戻らない。守りたかったなら壊すの。諦めるならもっと早く諦めろ。そしたら俺も死ななくて済んだってのに。あなただけあちら側に行けばよかったじゃない。あんたを一人にできなかった。そう言ったらどうする。シクは家族、俺だってその言葉が好きだった。親の顔なんて覚えちゃいない。俺にとってあんたは母親みたいな。体を痛めつけることだけでソンブル様への忠誠を示す。壊れた信徒だった俺に声をかけてくれた時から、母親みたいで姉みたいで神様みたいで、俺の一番大切な人だった。グリ、何の冗談を。冗談でここまで付き合うか。そうね、バカだよ私は。こんなに近くに欲しいものはあったのに。もっと早くに分かっていれば。いいえ、何もかも過ぎたこと許してちょうだいね。家族だもん。ありがとう、グリ。
とどまる意味もねえ。